どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日も株ファクトリウム続きやっていきたいと思います。今は全自動化の半全自動ですね。約目指してカスタムシナリオでやっています。メインシナリオは終わってるので、メインシナリオを見たい方は前の動画を見てください。それで列車も開通し、前回は鉄ブロックもこうやって全自動でできたので、それで今は銅ですね。銅の全自動を考えないといけないんだけれども、一応ここで銅が全自動できていて、銅の次に生成した木のパーツは44個ある。とりあえずこれ止めておいて作らないで、レンガを自動輸出したいんだよね。それをどうにかしたい。レンガは粘土と炭から作る。で、炭をここから送ってあげたいから、さあどうしようっていうことで、これ?なるほど。こういうことね。ここで粘土を作ってあげて、できたものをどうするかだよね。結局ここには、このエリアには何も作れないんでしょ?ということは、炭を運びたいんだけど、レンガを作ってあげて、炭を作ってあげて、まず保管庫、いや一回これ壊さないとダメかな。あまり壊したくないんだけど、あまり壊したくはないけれど、ここに一回レンガを入れようかな。ちょっとレンガの場所変えて、これを一回解体しよう。まず解体してみないことには全然わからない。まずこれの解体待ちかな。ここを解体してもらって、で早めに出口を作ってあげたい。ここにそれでインサーターを置いて、でここからベルトコンベヤーでレンガを直接運んであげたい。順番的には粘土採掘場を作ってあげて、こうだよね。で問題は釜、インサーターを先に作っておこう。インサーターどこだっけ、どこからなんだこれ。このこれ見づらいんだよね。ここだよね、これだよね。ここでインサーターで置いてあげて、レンガ、泥がどんどん取れます。一回保管庫に移さないとダメか。スペース足りなさそうだな。足りないよね、明らかに。これ潰そう。それで保管庫作って、それで自動生成場、かまど、ここに、あーなるほど、2個でいいんだ。でインサーター必要考えたら、ここ一マス開けないといけないんだけどね。厳しいなこれ。保管庫がここになるのが厳しいな。保管庫こっち側に潰してあげて、
インサーターで、インサーターも置けないのこれ。ちょっとひどくないそれ。ちょっと待って、全然話が違うんだけど。これダメ、これダメ。これダメ。保管庫2個作ろうとするのが間違いなんだ。2ライン置いて、粘土じゃない、かまど。もうダイレクトに送ってあげようかな。で、保管庫どうにか作りたいんだけど、開いてない。ギリギリこれで。で、インサーターをこっち側向きに置いて、入り口。あれ今、入り口できたこれ。あ、できてるね。何置いたの今。ポツッと置いたよ。あ、作るため。で、入り口置いてあげて、これで行くしかないかな。で、ベルトコンベアで、乗せてあげて、こうでしょ？こう。いや、これじゃダメなんだ。これじゃダメで。これインサーター届いてなくない？これを使えと。長いインサーターならいける？こういうこと？え、こう2マス伸ばせる？本当に。まあ伸ばせなかったらなんか考えよう。で、ここにこれを入れてあげて、で、ベルトコンベアをこっちからこう伸ばす。これ何？これいらないんだけど。こういうのやめてほしい。どういうこと？この長い、このまままっすぐ行ってほしいんだけど、なんでここが途切れるの？何この長い、これ大丈夫？これでいいや。これダメだったらここにベルトコンベアか何か置こう。それで人力の発電システムを置いてあげて、で、ここにできるのがレンガで、レンガを飛行ステーションにつなげたい。で、出口にして、で、インサーターで送ってあげて、で、ここを保管庫入り口にしたい。で、ここから銅に送る。で、ここはこれなんだっけ、これなんだっけ、あ、これ銅だ。銅を買うところだ。あ、それでいいんじゃないかな。あとはまあ木の生産がちょっと追いつかないから、それ待ちかなっていうのはあるけど、で、全然物が足りないね。足りないものが生成した木のパーツ。もう一回一連の流れを確認しよう。これが銅ができます。ここで銅ができます。違うね。これ違うね。これ銅ブロックだね。で、ここで銅ができて、で、これも銅でいいね。こっちも銅だね。こっちが炭だね。で、ここも銅だね。
で、こう送ってあげて銅ができて、このおかんこからこの3つに送ってあげて、で、生成した木のパーツ、生成した木のパーツ、生成した木のパーツだけ手動？それもなんだかな。まあ馬車でもいいけど、飛行船でもいいし、まあ飛行船でもいいけど、とりあえず泥はもうこれでできるからいいんじゃないかな。鉄の供給止めてあげて、本当にいいのかこれで、いいんですか本当に。銅ができます。でここで人力で作って、でレンガを作って飛行船で売ってあげる。でここはステーションから買ってあげる。でこれを売ってあげる。大丈夫かなこれで。多分。で、足りないのが生成した木のパーツだから。あ、全部保管庫チェックしてから行かなきゃいけないんだ。これが、炭が出て、炭が出てあげて、こっちに、これが、レンガだ。これレンガだ。で、ここもレンガだ。で、受け入れてレンガ作ってあげて、ここ OK ね。で、次ここチェックだ。レンガチェック OK、 銅チェック、これ何、あ、銅だ。銅チェック OK、 銅で、こっちなんだっけ、炭だ。炭受け入れ OK。 あ、ちょっと待って、炭もこれベルトコンベヤにしようか、せっかくだし。入り口にしてあげて、インサーターで入れてあげて、ベルトコンベヤ、これ何、粘土、粘土も大丈夫で、ベルトコンベアで、あ、インサーター必要なんだ、でも。インサーターで、出口必要なんだ。出口2種類にしたいな。それで、インサーター。置いてあげて、で、ベルトコンベヤーで運んであげて、で、炭を受け入れてあげて、ここから炭を出して、銅を出して、で、ここも銅を受け入れてあげて、で、ここも銅。で、できて、いいね。これで大丈夫だから、あとは飛行ステーションを、何機だろう。飛ぶ場所が1箇所、2箇所だから、2機2機ぐらいで、4機ぐらい多分。あんまり無駄に作ってもなんか前回みたいに爆で飛ばなくなったり重くなるから、2機作りたいんだけど。え？ 2 機できないんだけど。
この辺に作っても大丈夫？許される？許されるかな、これ。これ許されないのかな。厳しいな、レンガ。これ、どう？それで、ここから、まずは、作成を急ごう。生成した木のパーツをちょっと、大量に放出して、これで今ちょっとあるやつで賄ってもらおうかな。果たしてこれが稼働するのかどうか。すごく不安なところではある。怪しくうごめいてるけど。これつけないとダメなのかな、飛行精神と。それはそれで厳しいな。ダメ、つけないとこれ許されない。これ許されないと厳しいな。これ許されないのかな。いや、作れないんだよね、ここね。ちょっと様子を見るしかないかな、これ許されるかどうか。機械部品ね、銅と鉄がないんだよね。必要な物資がありません。炭はちょっと急いで、こっからも送ってもらおうかな。序盤はちょっと仕方ないかな。飛行船作ったら一気に重くなった。怖い怖い。まだ多分物がないからってことなのかな。そう考えよう、前向きに。この直角のインサートうまくいくのかな。そしてこれいらなかったね。まあとりあえず置いとこう。鉄ブロックは腐るほどあるんだよね。ただ銅ブロックがなくて、ブロックね、作業に必要なものはありません。炭ね、炭厳しいかな。違うね、送り先は。こうだね。銅ブロックもないんだよね、在庫が。うまく作ってくれることを祈るしかない。銅ブロック頑張ってください、皆さん。ちょっと本気で銅ブロックを作ってほしい。頑張ろう。機械部品か、また機械部品に悩まされる毎日。はい、それでは徐々にですが、いい感じのことができてます。これ線路のこれ高さ変えれても、これ上越えれなかったらあんまりまだ意味ないと思うんだよね、いくらアーリーとはいえ。はい、ちょっと疑問に思いました。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオスアミーボス。またねー。